さてと、うわーちょっと故障率が高いからあれだな、一回休ませるか。ちょっと一回休むで、でこの後にちょっと練習していきましょうか。打撃練習で OK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 。お、二軍の選手集まれ、ザザ。一体一軍様の監督が俺たちに何の用なんだ。よし、みんな集まったようだな。これより実技試験を行う。あー、来ましたね。あの、帝王実業高校だとね、こうやって実技試験つってね、二軍から一軍に上がるためにはね、なんかテストがありまして、まあ多分打撃テストだと思うんですけど、その他にもなんか違うテストとかあるんでしたっけ。お、友沢合格。うわー、俺と同じ同級生くせにいち早くこいつ一軍に上がりやがったな。ちょ、俺もうかうかしてらんねえな。そりゃ帝王実業のね、帝王になる男なんでね。はいはいはい、次は俺も行く。じゃあ俺も、ワイも、おいどんも。変な一人称のやつばっかりやな、こいつら。お、来たな。よし、こう見え、次は貴様のパンだ。ははい、そうだな、貴様が高得点を出せたなら一軍昇格を認めてやろう。やった。もし無得点だったとしたら、荷物をまとめてここから出て行ってもらう。何の役にも立たんクズは必要ないからな。ええー、いや、まあさすがに無得点はないと思うけどね。何点なんだボーダー。気合を入れて10球制限。あ、打撃テストは、あ、12点か。 OKOKOK。 まあ大丈夫だと思いますけどね、太田。まあこの機会にちょっとね、一軍に上がって早く、いち早く帝王に上がりたいですね。あ、気合だ。で、おそらくここ連打するんで、気合を上げる。スーパーサイヤ人ゴッドになるためにも。オッケーオッケーオッケー。なんてすごい企画だ。グラウンド中奴の気迫、あ、グラウンド中奴の気合が充満しているではないか。見たか、俺の気合をよ。これは帝王になる気合ですわ。よし。ちょっと打っていきましょうか。12点だったっけ。おそらくヒット3本でいけると思うんですよね。なんでここは手堅くね、まあ、まず当てていこうかなと思います。はい、あ、やべ、まあちょっとコントローラーね、パチモンの使ってるからね、まあ、調子悪いかもしれないけど、まあ、そんなボーダー高いわけじゃないから、いけるいける。ちょっと待って、え、まずい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 、ちょっとまずいんだけど、ちょっと待って。俺、帝王になる男だぞ。こんなとこで落とされてたまるかよ。え、ちょっと待って待って待って。てか、これ、ボーダー超えなかった。やばい、まずい。ええー、うわぁ。ちょっと待って。調子悪かっただけやねんて。きゃー。コーミーの点数は、0点か。全くダメだな、こりゃ。もうここには来なくてもいい。貴様のようなクズは帝王野球部には必要ないということだ。え、ちょっと待って、これやばいんじゃないの。え、マジで言ってんの。さあ、もう貴様にはよ、貴様に用はない。今すぐ荷物をまとめてこの場から立ち去りなさい。はい。え、嘘、ちょっと待って、これ残念でしたね。そもそもコーミー君ごときが帝王に来ることが間違って。ごときとか何なんだよ、こいつ。言い方に問題があるだろう。あ、しけしけ。それではまた、もう会うことはないでしょうけど。は？そこまで言わなくても。え？ちょっと待って。うわ、マジでタイムさせやがったんだけど、あいつ。ふざけんねよ、独裁者がよ。その後、俺は至って普通のサラリーマンになり、平凡な人生を送っている。ちゃんと後日談あんのな、これ。スカウトの影山だ。今回は残念だったな。野球部をクビになってしまってはどうしようもないな。次からはクビにならないように頑張ってくれよ。あ、あ、